連邦軍の黒歴史 RX78GP02A ガンダム試作2号機サイサリス。ガンダム試作2号機サイサリスは1991年から発売された OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場する機体です。ソロモンの悪夢の異名を持つキュージオンのエースパイロットでベラーズフリート所属のアナベルガトー少佐によって地球連邦軍のトリントン基地から奪取され、以降はアナベルガトー少佐が登場することになる機体です。一年戦争に勝利した地球連邦軍首脳部はモビルスーツの兵器としての再検証を行うことになります。その結果としてはモビルスーツは主力兵器としての地位を確立し、今後の戦略にモビルスーツを組み入れることは必須となるという結論を出しました。しかし先行してモビルスーツを開発していたジオン公国から接収したモビルスーツ関連技術の格差は想像以上に広がっていました。そのため地球連邦軍はジオン系技術の吸収とモビルスーツのさらなる高性能化を目標としてサイサリスを含む GP シリーズの開発計画が持ち上がります。 GP シリーズは0号機から4号機まで建造され、それぞれの開発コンセプトに特化した形で開発されていきます。この計画は高性能化の延長線上の最強のモビルスーツ開発を目指すことになります。 GP シリーズの開発先として委託されたのはアナハイムエレクトロニクス社です。これには地球連邦軍が戦後の傷ついた連邦軍の再編で新規開発する余裕がなかったことや、アナハイムエレクトロニクス社がジオン最大の軍需メーカーであるジオニック社を吸収合併しており、新規のモビルスーツ開発技術も設備も整っていたことが要因です。また開発計画の管理責任者であるジョン・コーベン中将は連邦軍の軍事支出を抑えつつ、新規開発を行うには外部委託しかないという見識を持っていたため、外部委託が進んだ側面もあります。アナハイムエレクトロニクス社としてもさらなる受注につなげるためにも失敗は許されない計画として、当時の最高級の技術を用いて開発が進められることになります。その一つとして GP シリーズの共通の機体構造として第2世代モビルスーツの特徴である可動内骨格を採用されます。つまりは GP シリーズはゼータ計画に代表されるようなムーバブルフレームの先駆けとなる機体とも言えるわけです。ガンダム試作2号機サイサリスの基本設計としてはドム系の重モビルスーツとして設計され、強固な装甲と強力な火力を備え、敵陣深く進行して拠点を襲撃するという強襲攻撃型モビルスーツという運用を考えられています。開発のコンセプトとしては最強の機動兵器と最強の戦略兵器の両立です。もともと地球連邦軍首脳部からの注目度が高く、より強力な火力を開発部は求められることになります。そのため様々な武装が検討されることになりますが、最終的に最強の武器として核が用いられることが決定します。宇宙世紀においても核の破壊力は他の追随を許さないインパクトを持つ兵器でした。核兵器は一年戦争初戦でもザク2 C 型が核弾頭のバズーカを使用していますが、威力としては戦術核並みの威力しかないものでした。サイサリスに搭載されるマーク82弾頭は戦術核として扱われていましたが、実際には戦術核の数倍の威力を持ちます。当然発射するサイサリスも爆発に巻き込まれるため、全ての装甲に耐熱耐衝撃処理が施され、3層にも及ぶコーティング処理が行われました。そのため熱線の 30% 以上を遮断し、宇宙空間では 1000 メートル、地上でも 3000km の距離でマーク82の爆発に耐えられる耐熱性を獲得することに成功します。ただし核兵器を装備するということは南極条約違反という批判を浴びるということになります。南極条約とは宇宙世紀 00791 月31日地球連邦政府とジオン公国の間で結ばれた戦時条約です。ジオン公国の圧勝に終わったルーム戦役の結果を受けて、ジオン公国は地球連邦政府に対して事実上の降伏勧告である停戦協定を提案します。当初地球連邦政府はジオン公国の要求を飲むしかないという判断がなされていましたが、捕虜となっていたレヴィル将軍が帰還し徹底抗戦を唱えたことで、南極条約は戦時条約として結ばれることになります。その内容の一部として、コロニー落としや核兵器の使用を禁止する大量破壊兵器の使用禁止という条文が明記されています。もちろんジオン公国と地球連邦政府との一年戦争中の戦時条約であるため、戦争が終結した 0081 月1日にその効力は失効していますが、
その概念は広く受け継がれており、核兵器の使用はタブーとして扱われていました。そのため核使用を前提としたモビルスーツであるサイサリスはある種の最終兵器的な要素を持ち合わせていました。サイサリスの最も特徴的な武装であるアトミックバズーカはマーク82弾頭を発射するための武装です。マーク82弾頭の開発時代は0078に連邦軍が基礎設計を行ったもので、設計段階で計画ごと破棄されたと言われていましたが、実際には完成しており、南極条約締結後もトリントン基地に秘匿されてきたものです。またアトミックバズーカとセットとして開発されたのがラディエーターシールドです。機体保護のための対衝撃装備の他に冷却装置が内蔵されており、液体水素などの冷却剤が充填され、機体を核の高熱から守るという役割があります。またバレルの運搬にも必要不可欠な装備であり、もし戦闘などによって破壊された場合はアトミックバズーカが使用できなくなります。サイサリスは通常武装は東部バルカンとビームサーベルのみとなっています。そのためモビルスーツ同士の戦闘になった場合はアトミックバズーカを使用しない場合は近接格闘戦を行うほかありません。そのため劇中でも1号機ゼフィランサスとの接近戦が印象的となっています。機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーではガンダム試作2号機サイサリスが連邦軍のトリントン基地からダッシュされるところからストーリーがスタートします。核弾頭付きでダッシュされたガンダム試作2号機サイサリスはジオンの残党であるベラーズフリートによってダッシュされ、コンペイ島と名を変えたソロモン宙域で行われていた連邦軍の艦艦式を襲撃し、アトミックバズーカを発射して参加艦艇の3分の2を自攻不能にする活躍を見せました。アトミックバズーカを発射する際のアナベル・ガトーの「そうよ私は帰ってきた!」はガンダム史に残る名セリフとなっています。核爆発の威力にシールドを支えるサワンが耐えきれず、ジョイント部分が損傷して使用不能となっています。直後にフルバーニアンと交戦し相打ちとなり爆砕するが、ガトーは脱出に成功しています。最終的にベラーズフリートはその後ジャブローへのコロニー落としを計画します。それに対して地球連邦軍のソーラーシステム2を使用し阻止しようとしますが、コロニーの落下コースを変更するにとどまり、結局北米にコロニーが落下してしまいます。アナベル・ガトーはこの戦闘で戦死しました。ベラーズフリートが引き起こしたコンペイ島襲撃事件やコロニー落としは連邦政府内ジオン残党の脅威を明確に示しました。その結果としてジオン残党狩りを目的とする連邦軍保守派のティターンズ結成の流れとなっていきます。地球連邦政府は核兵器の使用を前提としたガンダム試作2号機サイサリスを含む GP シリーズの存在やベラーズフリートの絡む全ての事件を隠蔽することを決定します。南極条約違反という批判を避けるため関わった連邦軍人の処罰なども行い、徹底的に隠し通そうとしました。製造メーカーであるアナハイムエレクトロニクス社に対しても連邦軍が指定する機密を漏洩した場合や、その技術を使用したモビルスーツなどを連邦軍に先行して公にした場合には多額の違約金を徴収するという契約を交わします。そのため GP シリーズはこれらの事件の後に開発されたゼータシリーズのモビルスーツ性能を凌駕するという逆転現象が発生することになりました。連邦軍によって開発され、連邦軍に牙を剥き、そして連邦軍によって抹消されることになったガンダム試作2号機サイサリスは連邦軍の黒歴史とも言える機体ではないでしょうか。余談ですが、アトミックバズーカは同じサンライズ系列のアイドルアニメアイカツスターズでも登場しており、この作品では自由奔放すぎてどこに行くのかわからない二階堂ゆずを捕獲するための幼馴染の白金リリーがアトミックバズーカもちろん発射するのは捕獲ネットを使用するというパロディが登場しています。本日の動画は以上となります。ここまでご視聴していただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。